with you in the backseat of my car. We're timeless, sailing through, but tonight, no, we can't go far. And I know. はい、B サイドスタイルの U です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。5月後半になってね、もうこの気温ですよね。30度超えとかね、当たり前のように2日3日と続いてますが、今この790の温度計を見ると29度でした。もう30度になってんじゃねえかな、これ。あ、30度になってるわ。暑いです、暑いです。止まってると。これ動くとね、こう涼しいんですよね。まあ、これどれも同じだと思うんですが、このね、今来てるのが、この間、動画でご紹介しました、串谷のアクアジャケットです。前回は防水とか透湿性とかそういったものをね、ちょっと数字入れて、お話ししてみたんですけど、まあ、そもそも SSTR でこうね、雨具対策でジャケット持ってきたくないから一つでこう兼用できないかと思ってね、考えたというかあったっていうことで、それを買ったんですが、結局使わなかったです。別なの着てきました。まあこんな夏空でこれ暑いだろうなと思って、とりあえず着てみようと思って着てみたんですよ。まあ、当然暑いんですけど、これを両腕にあるジッパーを開けて、背中のジッパーも開けてこう走ってると、こう腕のとこから風が入って、体の中ぐるーんと回って、背中と服の裾のとこからね、風が出ていくのが分かるんですよ。これすげえ涼しい、これと。なんで俺、別に僕はね、このアクアジャケットを売りたくて言ってるわけじゃないですけど、とてもいいっす、涼しくて。お前、これすごいわ、涼しい、ほんと涼しいんですよ。で、これね、前のやつも持ってた、あの、くしたりじゃないですけど、前もこんなようなの持ってたんですけど、腕のところのジッパー開けて走って、まあ、背中とか脇とかにね、ジッパーついてるんですけど、風を受けると、その口塞いじゃうんですよね、風自体でこう、ぷくっ、ぷちゃっと、なんていう表現すればいいんだろう、口が閉じてしまうんで、せっかく走ってても、風がね、入ってこない。で、運転中、こう、腕を広げてみたりね、つまんで広げて、風入るようにしてあげてたんですけども、結局は その繰り返しなんで嫌になって捨てちゃったんですが、要は使えなかったわけですね。はい。で、このクッションにもそうなのかなと思ったら、これですね、ジッパー開けたところにこのボタン付きの紐がついてまして、表のボタンとこうパチンとね、閉じると口が開きっぱなしになるわけですよ、強制的に。まあ、入ってくれば、あと出る方は口大きいですから、ガーッと風流れていくんですよね。あれ、びっくりしたのが、風がこう入って、これだって、これって言っても見えないからな、こう入ってきて、体がぐーっと回ったような感じで、後ろのジッパーと後ろの裾のところから出ていくんですよ、風が。うわー、これ涼しいわーってなるわね、うん、これすげーって言いたくなっちゃうんで、もう言っちゃいましたけど、まあ、そんな感じでこのアクアジャケット、買って正解かなと思いました、今、着てみて、夏も使える、まあ、30度近い温度の中でこう走ってても、風がすっかり入ってくる、しっかり入ってくるんでね、涼しいです。はい、周りから見ればなんか冬みたいな格好で走ってるなとは思われるかもしれませんが、非常に涼しいです。はい、ということで、今日はイオンの前からお届けしました。
アクアジャケット夏バージョンのお話でした。どうもご視聴ありがとうございました。